ウィリアムズ FW15C パート4です。アクティブサスが可能にする3つの効能。はい。今回もアクティブサスの生みの親と言っていい、パディローさんのインタビューを参考にしています。アクティブサス3つの効能。1、低速域での停車口。2、条件に合わせたチューン。3、ブロウンディフューザーの効果の適正化。1、低速域での停車口。 低速域で車を空力的に最も効率のいい低い車高で走ることができる。速度で車高が変化する。パッシブサスにはできない。はい。これ、単純なようで私気づいてなかったんですけど、パッシブカーというのは、ハイスピードになった時に強いダウンホースがかかっても、車が底を打たないように、サスペンションは固くしているわけですよね。ってことは、ゆっくり走っている時は車が持ち上がっちゃってるわけです。だけど、 アクティブカーはサスペンションが潰れちゃうとかっていうそういう概念はないので低速でもずっと理想的な低い車高で走れるってことですね。あ、なるほどって単純なようで分かってなかったなぁと思いました。低速市街地コース、モナコグランプリで証明。 92年、93年、圧倒的に速かったウィリアムズ。はい。これ2年ともレース結果で言うとセナが劇的な優勝を飾ってますけど、レース中の速さという意味ではマンセルもプロストも圧倒的に速かったです。これは低速で理想的な車高で走り続けられるというウィリアムズの制御が素晴らしかったってことですよね。俺もこの当時自分は分かってなかったんで、ハイスピードコースじゃないのに、 なんでマンセルがこんなにモナコで速いんだろうってすごい不思議に思ってたんですけど逆なんですね低速でこそ理想的な状態を保てる車だってことです2条件に合わせたチューンコンディションに合わせたチューニングコーナーごとに設定を調整することもできたアンダーステア気味であればそのバランス調整ができたしチューニングの幅がとても広かったはい これ、アンダーステア気味であればって言ってますけど、車の車高を前も後ろも変えられるので、荷重をいかようにも変化できるわけですよね。だから、あのコーナーではアンダーだとかオーバーだとかっていうのがあっても、かなり調整できるってことです。いろんなコンディションにも合わせられると。と言ってるんですが、ここで私にちょっと引っかかってた答えが出たんですけど、悪条件に合わせられるはずの雨のドニントンサーキットでセナより遅かった理由は、 水たまりに車体が乗ってしまい、グリップを得られず、車高を上げれば解決できたが、気づかずに走り続けてしまった。はい。これはね、パディ・ローさんのインタビューではないんですけど、そう、ドニントンサーキットでセナがむちゃくちゃ速かったですよね。 で、ウィリアムズの2台は、なんか冴えなかった。なんでだろうって。セナの腕が素晴らしいっていうのもあるんですけど、ウィリアムズは、低い車高のまま走り続けて、水溜まりで、こう、車が浮いちゃうような状態で走り続けてたらしいんですね。これチームの誰も気づかなくて、気づけば、プロストとヒルに車高を上げろってね、セッティングを変えろって言えばいいだけだったのに、誰も気づかなくて走っちゃったらしいんですね。あ、通りで、 この時の2台はなんか冴えなかったんだなーっていうね、私ね、長年の謎が解けました。はい。3、ブロウンディフューザーの効果の適正化。フロアにエキゾーストの出口を設けて、排気流でかなりの空力効果を得ていた。後年のブロウンディフューザーよりも効果ははるかに大きかった。はい。一番目から鱗だったのは私これですね。 ええと、まずね、このちょっと写真よく見てもらいたいんですけど、エンジンの排気管が集合して1本になって、まあ、っすぐサスペンションアームの下を通過して後ろに行ってますよね。で、これすごい分かりにくいんですけど、 これ、フロアの下に排気してるんですね。床の下に。これによるダウンホースの上乗せがすごい強かったってことらしいんですね。うん、で、しかもそう、後年のブローンディフューザーよりもっていう、そんなに強烈にダウンホースを上げてたんだって驚きました。ただ、リアエンドのダウンホースは、スロットルの開閉に応じて40%も変化した。それがどれほど車のバランスに影響を及ぼすか。はい。 床下に排気することでダウンホースが強くなるのはいいんだけどアクセルオフにしちゃうとその分のダウンホースが急に弱くなるってことですよね40%も変化したらリアのダウンホースがまあすっぽ抜けるような感じになっちゃいますよねこれをバランス取るっていうのは非常に難しいですよねアクティブカーのメリットはこの悪影響を緩和して排気エネルギーによる ダウンフォースの上乗せを活かせるようになる。スロットルのオンとオフに応じてカーバランスを調整できるからだ。はい。アクセルオフによってダウンフォースが弱まるのを車高の調整でかなり緩和させられるってことですよね。これは車が安定するしドライバーも運転しやすいですよね。まあ、イコールラップタイムにつながるということになりますけど。アクティブカーというと、アクティブサスによって車が揺れないとか、そこに意識が強くいっちゃうんですけど、 その機能を活かして、このブローンディフューザーの効果を最大化できるってことですね。あ、これは私知らなかったし、ウィリアムズがむちゃくちゃ早かったのは、この部分がすごい大きいんじゃないかなって思いました。はい。